荒井金介は、江戸幕府末期の役人。石狩役所長役を務め、地域の開拓と発展の礎を築いたが、自らは、明治維新を見ることなく没した。1808年、江戸に生まれる。当初は、京都朝廷の養務役人だったが、上司との確執から左遷されて、江戸に戻る。1857年、堀戸博函館武奉行に取り立てられて、 函館奉行支配並みに任じられるが、江戸から函館に着くなり、石狩役所懲役並みを命じられる。新井は石狩役所管内を巡視し、石炭や石油の産出地を発見した。また、魚場請負人を廃して自由出願制にすることで魚場を開放し、餌子の商人を介していた産物の遺失を直接江戸へと出荷できるように改めることで、地域の人口増加を導いた。 1858年、直場所を詰め合わせに役人を配置。また、ハッサム、聖オケ、オタル、チョウウスなどに、平時は、農耕するが有事には武装する、在住を入植させる。その一方で、ハッサム、ことに、シノロ、ナエボなどを、種川として、酒漁を禁じ、資源保護にも力を注いだ。1859年、町駅に昇格、農民十数個を募って、 新井村を開き、後の篠路村の基礎を築いた。また、琴都にで米作りに成功した葉山聖太郎の業績を高く評価し、葉山を篠路開拓へと導いた。その他新井は、もちらいにも村を開いている。武行の命を受け、樺太の久春うちへ警備と漁場経営のために部下を派遣したこともあった。しかし堀武行が転任してからは、 公認の武行と対立するようになり、1863年には、函館沖の口がかりに転任させられ、さらに1864年、室蘭詰めの懲役を認じられる。1866年6月、武行に呼び出されて、函館に赴いた新井は、室蘭へ戻る直前に急な熱病を発症し、そのまま現地で静養する羽目になる。11月24日、幼体が急変。 翌25日に、身の回りのものを残したまま失踪し、大騒ぎとなった。その後10日ほど経ってから、五稜郭の堀で遺体が発見された。熱に浮かされ、寝巻き姿のままさ迷まい歩いた末に堀に落ちたものと思われるが、真相は定かではない。荒井金助の墓は、札幌市北区篠のろの龍雲寺境内に、葉山聖太郎の墓と並んで建てられている。また、 同市中央区伏見の札幌伏見稲荷神社に石踏みがある。石狩市弁天町の弁天歴史公園にあるレリーフ。先人たちの紀には荒井の姿が描かれている。なお、肖像は残っていない。a b c d e f g h i j k k a d 2 0 1 2 p 1 8 2 a b c d 5だ 2014P79ABCD5 だ2014 P80、P 80, AB 片岡 2012,P183,ABCDEF5 ダ 2014,P81、ありがとうございます。